DJ トビーのビーズレディオ。はい、皆さんこんにちは、 DJ トビーです。ビーズやってますか？はい、皆さんありがとうございます。ただいまね、ビーズブーム本当にね、いろんな方がやっていただいていて、男性も女性もいろんな年代の方がビーズやってくれています。ありがとうございます。これからね、いろいろ話す前にね、トビー本当に暑がりなんですけどね、今日ねびっくりしたんですよ。今日の収録の日、朝ね、はーって息したら白いのが出てたんですよ。ついにトビーの嬉しい時期がやってきました。まあそう言いながらも寒がりなんですけども、夏は暑がり、冬は寒がりのトビーでございます。早速ですがね、皆さん本日のゲストをご紹介していきたいと思います。本日はバリアフリーアクセサリー Your Muse を運営されている寺崎香織さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。寺崎さん、本日ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。今回は倉上由美子先生の、ご紹介で、今回来ていただいてますけども、まあ、倉上先生ね、その回の時にはどんどんやっぱこう目が、いろいろ白内障だったかな、まあ、そういうのでちょっと見えなくなってきていて、まあ、そういう中でトビーにもアクセサリー作ってくれたりとか、なんかいろいろね頑張っていただいてたり、これからもまた活動をこうしていこうということで活動されておられるんですけど、今回、お越しいただいた寺崎先生でよろしいですか？ですよね。はい、何でも大丈夫です。何でも大丈夫、はい、寺崎先生は片手でつけられるアクセサリーということで、これバリアフリーアクセサリーということで、こういろいろこうブランド化されていろいろされていると思うんですけども、まずそもそもビーズってなんかどういうきっかけで始められたんですか？ですね、ビーズ、はい、本当に遡れば、はい、私が何でしょうね、小学生ぐらいの時に、はい、ちっちゃいマルショービーズとかでトンボを作ったりとか、ワイヤーで、ワイヤーで、はい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 、あのもう年代なので、はい、これをやってて、はい、で私もともと手芸がすごく好きというか、母がねよく教えてくれていたので、はい、ビーズに限らずいろんなことやってたんですよ。はい、そうなんですね。はい、ですが、うん、まあ大人になって、まあ学生だったりお仕事だったりいろんなことやっていくうちに、やっぱり忙しくてそういうの忘れちゃってたんですけども、はい、結婚してですね、子供が生まれた後、ある手芸屋さんに行った時に、はい、スワロフスキービーズっていうのがその頃ちょうど輸入されてきたばっかりだったのかな、はい、あんまり数はなかったんですけど、ちょっと見つけまして、はい、なんかすごい綺麗だったので、あ、なんか作ってみたいな、久しぶりにって思って、はい、初めて、その時初めてというか、まあ本当に何十年ぶりかにテグスを買って、はい、ブレスレットを1個作ってみたのが、はい、ビーズとのまたの再なんかやってみようかなみたいなところから、はい、そうですか。でもそうやって始められて、でも今はもうこういう片手でつけられるアクセサリー、あと講座みたいなところまでされてると思うんですけど、はい、なんかそんなやってみたから急にそこまで飛べなくないですか？人ってそんなにこうジャンプできるもんなんですか？うんうん、そこまでにはやっぱり長い長いお話があるんですよ。あ、そうなんですか。でもなんか一個なんか久しぶりに買って作ってみましたみたいなところから、うん、ちょうどその頃ってもしかしたら割とこうビーズもブームの頃だった、スタートしてた頃だったんですかね。ちょうどそのあたりからこうわーっとビーズが人気、スワロフスキーが人気になったみたいな感じですかね。そうですか。やはりじゃあこう2000年とかなんかそのぐらいの頃の、まあ、状況なんですかね。そうです。あ、そうだかもしれないです。はい、ちょうどね、これ何度もお話してるんですけど、2000年頃はね、雅子様がスワロフスキーで作ったっていうので、うん、すごい作ってくださったですよね。雅子様がくださりました。はい、まあ、だからその頃から結構こうやられて、倉上先生とかも多分ちょっとその前ぐらいから、うん、多分されていて、うん、だからこう最初の頃からこう倉上先生ってこういろんなモチーフ作ったりとかで、まあ、いろんなことをこう本になったりとか、いろいろこうどん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 ステップアップされていったっておっしゃってましたけども、うん、寺崎先生はこうそこからこういろいろこうものづくり1個目2個目3個目っていうようになっていかれたんですかね。そうですね、思い起こせばなんですけど、それからちょっとしばらくしてから、はい、まあ、子供がある程度、幼稚園2人子供がいるんですけど、はい、下の子も幼稚園に入ったぐらいのタイミングで、はい、なんかこうそろそろパート
出た方がいいんじゃないかなって、周りの人もそんな感じになってくる、すごいセレブ感ですよ、もう パートで出た方がいいんじゃないかっていう、パートもちろん、はい、お金稼がないといけなかったので、はい、出ようかなって思っていて、はい、でその時はもうビーズ結構自分で作ってたんですよ、趣味で、そこからそうです、結構じゃあビーズにはもうハマっておられたってことなんですね、そこから本当に好きになっちゃって、はい、夜も寝ないで作るぐらいすごい好きになっちゃって、すごくないですか、そうです、はい、ある時はですね、本当にうなされちゃって喉にテグスがぐるぐるに絡まってなんかもう苦しいって目が覚めるぐらい、もうビーズのことばっかり考えてます、はい、ずっとテグスが絡まるぐらいそういう夢見たりとかして、本当にバカみたいにやってたんですよね、はい、で、そのパートしなきゃなっていう時に近所に、はい、手芸のショップがあったんですね、はいはい、で、だったらここで仕事したいって思ったのがちょっときっかけで、いやーすごい、で、そこに、まあ、ちょっとなんでしょう、店員さんみたいな感じでビーズいっぱい触れるし、はい、いいなっていうふうに思っていったんですけども、はい、そこで、教えてる先生がいらっしゃったんですよね、何人か、はい、ビーズを、ビーズの作り方をね、はい、で、見てて、で、面接に行った時にいろいろお話ししてる時に、はい、ああいう先生ってどういうふうにしたらなれるんですかみたいな聞いたら、はい、やってみますって言われたんですよいきなり？いきなり？そうなんですそれすごくないですか、いきなりやってみますって言われたんですか、で、なんか作品持ってきてって言われて、はい、今まで作ってた作品を持って行って見てたら、はい、はい、採用みたいな感じですごっ採用になっちゃったんですよ、はい、まあそんなにレベル高いあれじゃなかったのかもしれないんですけど、はい、うん、でそうなんですか、でも採用されたってことはやっぱりこういい、あれですよ、その手芸屋さんでこう、例えば社長さんとかそういう方にお見せして、はい、じゃあやってみたらみたいになったってことですよね、うんうん、あ、そうですね、その店長さんにね、店長さんにね、はい、それもそれはもう素晴らしいものを作りだったんじゃないですか、それはもう、ま、喉に絡まるぐらいの思いで作っておられたから、ま、そうですね、なんかそうなのかもしれません、はい、死ぬほど作ってたのでそっから、はい、じゃ教えるというところに始まったってことですね、はい、そうですね、そうですか、でもそっからこう教えて先生をされて、なんかこうホームページとか見ると、はい、製品も販売されたりとか、はい、その両方されておられるんですよね、そうですね、もともとなので先生から始まったものだったんですね、はいはい、で、まあ最初のうちはお友達とか、はい、あとは、まあ、そこに来てくださる、まあ、ビーズショップに来てくださる生徒さんに教えたりしてて、はい、で2年目ぐらいのところでちょっと独立しようっていうふうに思って、はい、ちょっとそのシステムが変わったのでね、そのビーズショップの、はいはいはい、でちょっと、まあ、ここにいるよりはちょっと独立してみようかな、自分でやっちゃった方がいいんじゃないかっていうことで、うん、なんかこうあんまりこうなんだろう、金額も高くなっちゃうんですよ、どうしてもそこでやると、あ、それはそうですよね、そのお店の、うん、お店のこう取り分とかも、はい、まあ、ありきですからね、それはね、やっぱりお友達が来てくれていたので結構、はい、なんか申し訳ないなっていう気持ちもあって、はい、自分でやればもっと安くやってあげられるな、うんうん、みたいな感じで、はい、自分で始めたのが、まず最初のきっかけですかね、そこからご自宅の教室とか そういう感じでどっかの場所を借りて、そうですね、なんかちょっと区内の施設みたいなのを借りてやってましたね、うん、はい、安いところで、なんかトビーもなんか借りようと思ったことは、はい、なんかあるんですけど、そうなんです、そういうところって借りようとすると、はい、ああ、ちょっとそういう企業さんがお金をこうなんかこう授受するようなところには使えませんって、なんか、はいはい、結構区のところでもそういうの使えるんですね、はい、私の場合はちょっとサークルみたいにしていたので、はい、うん、そんなになんだろう、お金を儲けるっていう、いやいや、トビーも大儲けしようとしてまあ、ちょっともしかしたらトビーもそこまではそこまで大儲けって感じなんで、なんかどっかでいろんな体験とかできないかなと思って、トビーたまたま埼玉なんですけど、はい、なんか埼玉のなんかいつも行く息子をこう囲碁に連れてってるところに行って、うん、ここってなんかビーズの講座とかできるんですかって聞いたら、ちょっと企業さんがちょっとお金をいただいたりするよみたいな感じで言われて、もう会社っていうのがまずちょっとダメなんじゃないですかね、もしかしたらね、個人の、はい、うん、楽しみでやるんですみたいな、でそういうところでこう始められて、はい、こうどんどんこう来る方が増えていかれたってことなんですね、はい、結構じゃあそういうなんかこういう来ていただいたりしてこう人が増えていくっていうのはこうも当然アクセサリー作りもそうですけど、はい、私今日ちょっと正直初めてお会いしたんですけど、お話とか楽しい方なんですね、やっぱり、あ、
ことですか。きっとね。あ、どうなんでしょうね。はい、わ、はい、かりませんけど。あ、そうですか。でもそこからそこの時は普通にこうアクセサリーを作るっていうところをされておられたんですよね。はい、はい、でそこからずっとこういろいろ作っていかれて、はい、今はバリアフリーアクセサリーってところにたどり着いたっていうのはどういう流れがあったんですか。これもですね、うん、話し出すとかなり長いんですけれども、はい、あのそうですね、あ、そのまあビーズを始めるちょっと前に遡るんですけど、はいはい、あの私ですね、あの東京生まれ東京育ちなんですね。ヒップホップ育ちなんですか。悪そうなやつは大体友達。いやいやいや、めっちゃ下町なんですけども、はい、あのそこに育ったものです、はい、で結婚するときにですね、主人が名古屋に住んでたんですよ、はいはい、え、じゃでも結婚するときに、あ、結婚する時点でとこですね。遠距離、遠距離だったんですね。だったんです。はい、で名古屋に住んでいたので、はい、結婚してやっぱ名古屋に行かなきゃいけなくて、はい、まずそこに引っ越ししました。あ、そうですか、うん、はい、で私は子供2人いるんですけど、はい、結局その主人が転勤族だったので、はい、名古屋に行って広島に行って最後東京に帰るみたいな感じで帰ってきたんですよ。じゃ広島にもお住まいされたことあるんですね。そうですか。そうなんですよ。最近まで運営してたガラスの里っていうところももしかしたら行ってないですね。行ったかもしれないです。本当ですか。はい、なんか吹きガラスとかできるようなところ、なんか行ったような気がします。そこね、あの東方が、まあ、最近はちょっとビーズの本業に専念しようってことで、はい、もう閉じて今物流センターになってるんですけど、はい、そこはずっと東方がもう長年、そうです、私は小学校ぐらいの時にできたような、なんか印象がありますね。そうなんですか。昔なんか広島ビーズさんって言ってましたもんね。そうですね。広島みゆきさんも広島で作っておられますし、うん、広島でビーズ作ってる会社って2社あるんですよね、はい、うん、はい、そうですか。そこから広島を経て東京に帰ってこられたんですね。でその間に、はい、まあ起こったのが、はい、まあ結局のところ子ちっちゃい子供をそっちで産んだので、はい、それぞれの場所でね、はい、で私、まあ、東京から出たことなくて、実家からも出たことなかったんですよ、はい、結婚するまで、はい、なのでもうなんだろう、カルチャーショック、かなりこう、まあ、私の住んでたとこもそんなに都会じゃないんですけど、はい、なんかね一人ぼっちになっちゃったんですよ。わかる。わかります。わかります。もう友達いないし。わかります。すごく。スマホないし。スマホもない。なかった。携帯もなかったんですよ。はい、でまあ遠かったので、はい、友達とこう長距離電話とかも高かったので、はい、ちょっとできなくて、はい、で一人でその時主人が結構出張が多かったんですね、はい、うん、であんまりこう家にいなくて夜とかもまあ泊まりで行っちゃったりしてたので、はい、結局のとこ一人でずっともうワンオペ育児やってたんですよ。はい、ねえ、まあね、子育てした方わかると思うんですけど、365日24時間本当にもういつ寝たんだろう、いつ食べたんだろうみたいにですよね、やる感じになっちゃってて、はい、そこで、まあ、本当私子供すっごい好きで保母さんになりたかったんですけど、はい、可愛くなくなっちゃったんですよね、子供のことが。わかる。辛くて。うちもね、3人男いて男子3人、まあ、あんまりこう妻のこと言うとあれですけど、うん、妻もなんかもう一時的にもうやろうみたいな雰囲気になってた時期ありましたね。確かに。ほんと可愛いんですけど、はい、やっぱりもう自分の時間がないのと、もうですね、ずっとなのでエンドレスなので、はい、もう辛くなっちゃって多分育児ノイローゼになってたんですね。あとはこう東京からこう離れるっていうのもね、うん、私も覚えてますけど、私もこう離れて住んでたんですけど妻と、うん、私も転勤で、私はもうどこにいても別にこう婚姻関係が崩れるわけじゃないし好きなことやって生きろよって言ったんですけど、たまたまこう子供ができて、うん、でなんかこう、育休から戻った時にこう私も行くって言って福岡まで来られたんです。あ、来られた、うん、妻のこと来られたって来たんですよ。でこう最初こうやっぱり一人だし、でもう最初どちらかというと福岡の人って結構いろんな普段から声かける人が多くて、まあ、東京で下町みたいな感じですかね、今は分かんないですけど、はい、で知らない人が話しかけてくるってよくよくなんかこうちょっとなんか驚いてたんですよね、なんか、うんうん、大丈夫かなって。でもなんか今はなんかそういうところもいいよねとか言いながら、うん、なんかまた行ってみたいなとか言うんですけど、うん、やっぱりそういうところに一人、まあ、一人行く感じですもんね、いきなりね。そうですね。なんかね、
本当に毎日もう次の日の朝が来ないでくれ、ね、寝てこのままもう終わってくれみたいに思って、はいはい、なんか、はい、多分病んでたんですよね、すごくね。それをビーズははい、どっか行っちゃったんですけど、はい、その時はね、はい、でまあそれでまあいろいろありまして東京に戻れたんですよ、5年後ぐらいに、はい、で戻った時にまあ私本当に広島が特に住んでたところが本当に山の上だったんですね。山の上？山の上にあるマンションだったんですよ、はい、分からないんですけど、はい、でも斜面が本当にすっごい斜面で、はい、ベビーカーを押してどこにも行けなかったんですよ、そこ以外のところに。こう斜めすぎて、もう手を離したら絶対死ぬみたいなところだったんで、はい、で出ることもできなかったんですよ、どこにも、はい、まあね、田舎でもこうベビーカーをしてどっか行ければよかったんですけど、はい、行くことができなかったので、はい、もうちょっとある意味なんだろう、閉鎖された場所でずっとやってたので、はい、で東京に戻った時に、はい、もう今でも覚えてますけど車でこう帰ってきたんですよね、はい、きちんと。でその時に江戸川区、私もともと江戸川区に住んでいたので、はい、西葛西のところをこう通って帰ってきたんですよね、ちょうど、はいはい、そしたら、うん、お店はたくさんあるわ、人はいっぱい歩いてるわ、もう何でも銀行もある、学校もある、うわーとか思って元々行ったんですけども、はい、すっごい変わってたところですか。変わってないですよね。同じくらいなんですけど、うちはちょっと住宅街に住んでたので、はい、あんまりそんななかったんですけど、はい、西葛西って結構、まあ、いろんなものがあるんですよね、はい、お店も、はい、でも広島から来たので、はい、何にもお店も何にもない山のところから来たので、もう嬉しくなっちゃって、はい、テンション上がったんですよね、すっごいでテンション上がったんですね、はい、でここに住みたいって言ってもうそこに住んだんですよ、はい、帰ってきて、はい、でそこからやっぱり何かね、子供たちがちょっと手離れた時に何かやろうって思った時に、私がやっぱ子育てで辛い思いをしたので、はい、そういう赤ちゃん連れても来れるようなビーズ教室やりたいなって思ったんですよ。素晴らしい。あ、そっか、もうその時にこう辛い思いしたから、はい、まあそういうとこ、はい、一緒に来ても大丈夫なっていうことが大切だったわけですね、はい、そうです。だから、はいはい、そういうお母さんたちいっぱいいるだろうと、そう、私みたいな風になってほしくないなっていう風に思って、はい、やりたいなって思ったのが、まあそのきっかけというか、そうですね。でそこから始めたんですよ、それ、はいはい、うん、だからシッターさんっていうかお友達を一人呼んで、すごっ、もういきなりシッターさんを呼んでお友達がちょっと見てくれるって言ったんで、はいはい、まあ、お母さんたち来ても赤ちゃんをコロンって寝かせて見ててもらえて、はいはい、お母さんたちはビーズ作れるみたいな教室をやってたんですよ。はい、はい、すごっ。それがだから、はい、きっかけですね。そうなんですね、はい、じゃあもう、じゃあお母さんは、お子さんはそこその方にもう預けて一緒に遊んでもらって、うんうん、その間ビーズを、じゃ結構広めの空間でやるような感じなんですか、はい、なんかマンションのなんだろう、キッズルームみたいなのが借りられて、はい、絨毯敷きのところがあったのでみんなでそこで座ってやる。あ、なんか楽しそうですね。楽しかったですね。とみんながほっと喜んでくれました。はい、そうですか。毎週毎週あったんですけど、はい、あ、じゃあ毎週週に1回ぐらいやってたんですね。やってたんですよ。すごい。じゃあ東京に戻ってから何かやろうって言ってそれを始められて、はい、でもう 今に至るみたいな感じなんですね。すぐには至らないんですけどね、はい、すぐにはすぐには至らなかったんですけど、はい、それでずっとビーズの教室をそこから続けるようになって、はい、まあ、自分で作ったものを今度販売もしてみようってなって、はい、デザフェスとか、うんうん、ホビーショーとか、はい、ああいうのに出展するようになったりとかして。あ、ホビーショーも出展されてたんですね。はい、ホビーショーは、まあ、ちっちゃいブースですけどね、はい、やってました。で、うん、そこで初めてそのテトテマーケットさんの、まあ、営業さんの方に声かけられて、はい、ネットショップやりませんかみたいな、始めたばっかりだったと思うんです、テトテさんも、はいはい、でやりませんかって言われたんですけど、私パソコンとか全然できなかったので、はい、ホームページもしっかりしてくる。この頃本当に何もできなくて、はい、スマホも持ってなかったと思います多分、はい、カメラの時代だったので、まあ、フィルムカメラの時代ですね。フィルムカメラ、フィルムなんですかね、そうですか、ね、はい、そうです。デジカメデジカメの、はい、そうなので、まあ、そこから販売とかも始めたりして、で
まあ、私のお教室には結構シニアの方も多く来てくれてるんですね。はいはい。でその方たちのお話をいろいろ聞いてたら、やっぱりアクセサリー、あのネックレスのちっちゃい金具が後ろでこう止められないんですよ。もう私もそうなんですけども、止められないんですよね。はい、とカニ缶とかも止められないと思うんですね。はい、あとビーズってやっぱちっちゃいじゃないですか。はい、ウォホーさんのビーズもね、ちっちゃいビーズいっぱいありますけど、はい、そうですね。ああいうのが見えないとかいう方が結構いらっしゃって、はい、でうーんとか思ってる時に、うん、私じゃあシニアの方がつけやすいようなアクセサリーで、うん、しかもおしゃれなものが作りたいなって思ったんです。ちょっと地味なものじゃなくて、はい、お年寄り向けとかいうのじゃなくて、はいはい、でそのブランドちょっと立ち上げたいっていうふうに思って、ちょっと準備を始めてたんですね、教室やってる傍ら。すごいな、もう本当行動派ですね。もうそういうの始めたいと思ったらもう動いてるってことですよね。そうですね、知らない間に動いてるっていう。そうでやってて、その時にたまたまあのイベントに出た時にですね、はい、あの福祉のナースさんという、はい、まあ、方がいて、はい、その方がちょっとイベントやってる時声かけてくれて、あのちょっとこう杖ありますよね、お年寄りが使う、はいはいはい、杖のホルダーってい こうテーブルにポンって置くような滑り止めみたいな、はい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 、あれのデザインしてくれませんかって言われたんですね。はい、私がこうレジンとかで作ったもういろんなアクセサリー出してたので、それでできませんかみたいに言われて、はい、で分かりましたって言って、ちょっと後日お話し聞いてみたんですけども、その時に、じゃあどういうデザインにしましょうかって言ったら、はい、あの可愛いデザインにしてくださいって言われたんですよ、その方に。はい、でん、お年寄り向けなのに可愛いデザインですかって言ったら、あ、なんかちょっとこうハテナみたいな感じですね。ハテナですよね。うん、で、まあ聞いてみたら、いやこれはお年寄り向けではなくて若い女性に向けたものなんですって言われたんですね。はい、で、私それまでは全然知らなかったんですけども、その、はい、脳の病気とかで、うん、半身麻痺になる人がいて、そういう人たちが杖を使う。で、若くても20代とかでも杖を使ってる方がたくさんいるっていうのは、その時。そうなんですね。まあ確かに、まあいらっしゃるでしょうね、はい、きっとね、うん。シニアだけじゃなくてね、はい、その方が使うっていうのを初めて知って、はい、ああでもそうだな、考えてみれば若い人でもやってる人いるなっていうふうに思って、はい、でその時、まあ、お話を受けたんですけども、はい、で、そのナースさんが話していたお話が、うん、まあナースさんですので、やっぱり体のケアしてリハビリしたりして、ちょっと体だんだん良くなってくるんですよね、うん、その担当してた若い女性っていう方が、はい、でなんですけど、もうだいぶ経った後からね、どんどん体良くなってきたんですけど、だいぶ経ってから言われたね、その女性に言われた言葉が、はい、私はね体はどんどん良くなってきているんだけど、実はずっと前から死にたいって思ってたんですよって言われたんですって、うんうん、でそれを聞いてやっぱナースさんもすごいショックを受けて、はい、やっぱり何でしょう、体的なことだけではなくて、やっぱり心もついていかないといけないんじゃないかなっていうことで、うん、やっぱり持つものが可愛かったり、うん、なんかこうおしゃれしたいじゃないですか。そうですね、綺麗なものをこう身につけてたり、うん、なんかそういうのってやっぱりこう心にも影響ありますもんね、うん、男だとあの例えば僕カメラとか好きなんですけど、うん、こうかっこいいカメラとかこう持ってたらこうそうそうそう、気分が上がるとか、うん、ね、そういうのですよね。ネックレスもすごい素敵なのたくさんしてらっしゃる。これも自分ででも作ってますか。さすがですね。いやいやいや、うん、そう、はい、だからやっぱりそういうおしゃれの部分での、はい、なんかアプローチをしたいっていう方がいらっしゃって、はい、でその時に私もその話を聞いてもちょっと頭から離れなくなっちゃったんですね、そのお話がね、うん、確かにこう死にたいみたいな、せっかく治ってきてるのに、うんうんうん、死にたいみたいなのってなんかすごい衝撃ですよね、うん、なんかそういう方がすごく多いみたいで、はい、私もその後いろんな人と会ってねお話ししました、障害のある人と、はい、でもやっぱりねほとんどの方が死にたかったっていう言葉を聞いたんですよ、そうですか、うん、もう、うん、とある日突然麻痺になると、うん、もう今までできたことが全部できなくなっちゃうので、おしゃれはもちろん髪の毛結ぶこともできないし、はい、片手ってそんなに大変なんだなっていうふうに思ったんですよね、はい、でその時に私はシニアに向けたアクセサリーブランドを作ろうっていうふうに思っていろいろ試行錯誤してたんですけど、はい、それをちょっと変えればきっとこの片手でつけられるアクセサリー、
か作れるんじゃないかなって思い始めて、はいはいはい、そこから、うん、よしやってみよう、できるかどうかわかんないけどやってみよう。あ、そっか、今お付けのものもきっとここの、はい、あの途中のものがマグネットになっていて、そうなんです、ここでこう止められるってことですよね。こうなってるんです。あ、素晴らしい。こうラリエッタって言うんですね。ラリエットですね。でここがマグネットになってここで止めれるっていうのは片手でつけられるってことですよね、はい、そうです、どこでも止められる。あ、そっか、はい、こうなんかこう雰囲気もスタイルによって変えられるってことですね。はい、はい、あ、そういう流れなんですね。いやでもなんかこう今お話聞いてるとこうやっぱりこう感受性が豊かというか、当然こう広島行ってあーなんかこうしくねーなーもそうですけど、うん、あーこんなこと思ってる人いるんだと思ったら動くっていう、なんか本当素晴らしいもう活動されてる方ですね。だからこのバリアフリーアクセサリーっていうのが生まれたってことですね。そうです、そうです。ってことはこの講座はこのバリアフリーアクセサリーを作るノウハウを学ぶ講座だってことなんですね。そうなんです。じゃあまさにあの今のこう片手で身につけられる、はい、まあ、トビーねちょっと勘違いしてたのが、はい、片手と人でも作ることができるみたいな感じなのかなってちょっとこうパッとこう思ってたんですけど、あ、できるんですよ。あ、片手でも作れるってことですか。つけられるし、はい、そう、ちょっとその話また先になるんですけど、はい、あのその片手でつけられるアクセサリーね、自分でこう作る人たちが楽しめるアクセサリーを作ろうって思って、はい、最初に作ったのが、まあ、そういうアクセサリーだったんですね、はい、でそれは作ることできて、はい、ある脳卒中フェスっていう、まあ、脳卒中の方がやとかセラピストさんがやるイベントがあったんですけど、はい、そこにあの出させてもらって、はい、販売をやってみたんですよ1回、はい、でその時に来てくれたやっぱりお客様が、はい、あのこれ片手でつけられるんですよって言ったら本当に喜んでくれて、そうですよね、こんなものがあるんだみたいな感じで、うん、そうですね、なんかこう脳卒中とかだとこう、うん、ちょっとこう麻痺が残ったりするんですよね、はい、そうなんです。だからもう本当に片手全く動かない人とか、はい、うん、まあ、脳卒中に限らず、ね、病気で片腕あの切った方とかももちろんいらっしゃるので、そうですよね、うん、で、あのそういう私たちにもつけられるのあるんだって言ってすっごい喜んでくれて、はい、まあ、お財布を取りに帰ってまでねすっごいたくさん買ってくれたんですよその時、はいはい、で私は今までいろんな販売もしてきましたけど、うん、そこまで人に喜んでもらえたことってなかったので、いやー素晴らしい。そう、やっぱりそのそうは こういう人って世の中たくさんいらっしゃるんだなって、そういう人のために何かできるといいなっていう、そういうところがこう今のやってることの起点だからこう、はい、だからやっぱり喜んでくれる方が必ずいらっしゃいますよね、うん、あ、それはすごいですね。で、すっごい喜んでくれたので、うん、よし、これはいける、もっといる、これが欲しい人がっていうふうに思って、はい、もっとこの人たちが喜ぶことってなんだろうって思った時に、はい、ひょっとしてすごくこれは、はい、まあ、チャレンジだけど、はい、作れるんじゃないかなってちょっと思っちゃったんですよ、はいはいはい、もしかしたら私はずっと作ったり教えたりしてきたので、はい、うん、なんか工夫すれば作ることできないかな片手でっていうふうにそこから思い出して、はい、うん、でいろいろ、まあ、試行錯誤したんですけども、なかなかやっぱりできなくって、作る方は難しいんです。自分が片手で作ってみたってことですね。自分で、そうです、道具とかいろんなものをこう、はい、こういうのがいいかないのがいいかなっていうのをやりながら自分で片手で完璧にできればこれは OK みたいな感じで、はい、それをずっと、まあ、何年かかけて作ってたんですよ、はい、うん、でもどうしてもできなかったのが丸カンの開閉。そりゃそうだわ、丸カンの開閉難しいわ、うん、普通はね、はい、ペンチっていうかやっとこれこうキュッて広げて閉じてってやりますよね、はい、そうですね、トビーもちょっとできないな片手だと。だからまあそれはちょっとできないなってすごい思ってて、これ無理かしらって思ったんですけど、まあある時ちょっとひらめいて、はい、これならできるんじゃないかっていうのを試してみたらできたんですよ。すごっ、できる方法を見つけたんです、そのブログというかね、はい、自分で作ったんですけど、はい、でそれができたら私多分これ教えられるっていうふうに思って、はい、そっからその今の講座につながってるっていう感じ。そうなんですね、はい、確かにこう今身につけられるものがあるっていう喜びから、うん、あとは自分で自分の好きなものが作れるっていう、例えば片手が不自由でも、うん、そういう方にこう2つのこう楽しさみたいな、はい、
両方できるってすごいですね。そうですね、販売をしたり先生になって教えたり、はい、なんか自己実現できるんですよね、その人たち。そうですよね、それすごいですね。ありがとうございます。でもなんか今、先ほどちょっとお聞きしたら、はい、その体験会とかそういったことも今されてるっておっしゃってましたけども、はいはい、いつぐらいからそういう体験とか、はい、講座みたいなのが始まるんですかね。はい、講座、次の講座が始まるのが、2021年12月になるんです。21年、お、もうすぐですね。そうなんです。もう多分これ放送されるのは11月の頭前後だと思うんで、はい、そしたら12月1日からん、まあ、一応1日から入るって感じで、ちょっと講座が6ヶ月半年間やる講座なので、はいはい、まあそうですね、12月の1日からっていうことなので、はい、多分今11月に聞いてくださってる方でしたらギリギリセーフで間に合うんじゃないかなっていう。そうですか、はい、これどこで、どこにこう行けば、ホームページとかに行けば、はい、募集というかお問い合わせとかに入れればいいんですか。はい、そうですね、ホームページ、バリアフリーアクセサリーで検索していただくと、はい、ホームページも出てきますし、はい、あとはインスタとかもやってまして。そうですよね、はい、インスタのプロフィール欄の中にリンクがあります、はい、でそのリンクを踏んでいただくとお友達登録みたいな感じができるんですけども、はい、それをしていただくと、今でしたら3話の動画レッスンっていうのをプレゼントしてまして、はい、バリアフリーアクセサリーってどういうものなのかなとか、どうやって作るんだろうっていう作り方のところもレクチャーしている3つの動画をプレゼントしてるんです。そうなんですね、はい、お友達登録すると、はいはい、でそれ見てあいいなと思ったら、はい、どうぞっていう感じですね、はい、そうですね、で私とちょっとね、ワークショップみたいな形でお話しして、はい、こんな感じですけどどうですかっていうのを聞きながら、はい、まあ、できるんじゃないかとか、できない方も中にいらっしゃるんですよ、やっぱ障害持った方。そりゃそうですね、例えば重度の方とか、はい、いろんな方もいらっしゃいますもんね、はいはい、なので一人一人私お話聞いて、うんうん、できる方はおすすめしますし、できないんじゃないかって思う方はちょっと、まあ、別の方法ありますよとか、うん、そういう風にお話ししてるんです。いや素晴らしい。トビーもね本当に、はい、特にこのコロナが始まってから、はい、やっぱり企業ってどうやってこう社会に貢献していくべきかってことをすごく考え始めていて、もともとペンタっていうブランドではそのデザイナーさんがちょっとそういう意識もすごく高い方だったんで、タイの、スラム街のこう障害のある方たちがこう結構ビーズを作って、なんかいろんなキーホルダーとか作って本当に10円とか20円とかで売っている方たちとコラボして、ペンタの指輪とかリングとかピアスとかそういうのを、まあ、当然その10円とか20円じゃない、うん、こう日本と同じような価格で買い取らせていただいて、うん、日本でブランド化して販売したりしてたんですけど、ようやく今年から日本でもその長崎の就労支援施設さんと一緒に、うん、InOIU っていうブランドを立ち上げて、うん、そういう、こう就労支援施設さんにいらっしゃる、まあ、車椅子の方とか、まあ、うつの方とかいろんな方がいらっしゃるんですけど、まあ、そういう方たちがこう活躍できるこう社会みたいなのを作っていこうということで今奮闘中なんですけども。素晴らしい。本当にこう今されてるそのこうものづくりをしてる時にこう楽しかったり、うん、やっぱりこう身につける楽しさみたいなところを寺崎先生ってこうお作りになられてるっていうのは本当に感動しました。ありがとうございます。倉上先生本当たまたま、ね、ご紹介いただきましたけども本当に素敵な話。特にね、我々なんかビーズのメーカーじゃないですか。ビーズがそういうことにやっぱ役に立っている、もちろんですけど、はい、そのこういう片手で作るといったら大きなビーズだったり、こう、まあ、もちろん東方のビーズって小さいですからあんまりこうたくさんお使いにはなるのは難しいかもしれないですけど、やっぱそうビーズっていうカテゴリーがそういうこう人をこうキラキラしたり、うん、ね、そういう方がこう生きる糧になるっていうところに使われてること自体が本当に嬉しい話でございます。私も嬉しいです。いや本当にありがとうございます。でもそういう形で皆さん12月から、もういろんなことがスタート、新しい新規の募集がもう始まってますので、ぜひホームページの方にも見に行っていただけたらと思います。
ホームページのこととか詳細は、トビーのブログの方にもね、あとはこう YouTube だとかいろんなところのリンクにも貼っておきますので、ぜひ皆さん見てみていただけたらと思います。最後にこれ打ち合わせも何にも抜きでお聞きしたいんですけど、はい、東方のビーズだと、はい、どんなビーズが一番好きとかってありますか？あ、私ですね、あの、はい、今日このしてるラリエットにも実は東方さんのビーズ使われてるんですよ。あら、ありがとうございます。わかります、この、 あのゴールドの、はい、あ、本当だ。あるかな？5、5、7、どっちだろう。ちょっと最近トビーもね、老眼になってきちゃって。本当ですか？はい、あの東方さんのビーズって、はい、結構色がいいんですよ。ありがとうございます。色がいいんです。本当ですか？はい、あの私たちビーズ結構長く作ってきたんですけど、マルショービーズ結構使うんですよね。はい、いろいろ。で、あの同じ例えば白とかでも。はい、微妙にみんな色違うじゃないですか。そうですね、なんか白だけでいろんなビーズを集めてされてる方も、白のアクセサリーってやってる方もいらっしゃるぐらい、白もいろんな色ありますもんね。だからまあ全て赤もそうですし、はい、ゴールドもそうなんですけど、やっぱゴールドの色味が結構私うるさいんですよ。あ、そうですか。うるさいんです。確かにね、黄色っぽいゴールドとなんかいろんなゴールドありますもんね。はい、ちょっとなんかこう、まあ、あんまり黄色黄色してないのが好きだったりするので、品のあるのアイテムですね。品のあるゴールド。そうです。で、東方さんのこれもそうなんですけど、はい、あのマルチュービーズ、はい、マルショーじゃなくてマルチュー、はい、ちょっとあんまり他のメーカーさんでそんなにたくさん出してない、はい、そうですね。我々もマルチューもさ、そんなたくさんはないですけど、はい、マルチュー、あとはタクミビーズってビーズとか、はい、まあ、マルチューぐらいのサイズがあったりしますけどね。うん、でマルチューが私はなんかここでは使っているんですよ、マルチュービーズ。 ありがとうございます。で、あの、まあ、障害のある方とかシニアの方が作れるビーズとなると、はい、本当はマルショーを使いたいんですけど、はい、見えないんですよ、ちっちゃくて。あ、繊細だから、繊細なものを作りたいからショーのがいいけどそうそう、まあ、台だとちょっとこう繊細さに欠けるよねっていうので、はい、こう中をお使いだってことなんですね。はいはい、でもういつもこの講座は必ず同じキット14作品作るんですけど、はい、その中の一つで必ず東方さんのこれって決めていつも仕入れてる。ありがとうございます。いえいえ。じゃあ今回はマルチュービーズいただきました。ありがとうございます。いや、本当に長い時間いろいろお話聞かせていただきましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本日のラジオはここまでにしたいと思います。どうもありがとうございました。チャンネル登録お願いします。